大井川本線は、静岡県島田市の金谷駅と、同県灰原郡川根本町の先頭駅とを結ぶ、大井川鉄道の鉄道路線である。蒸気機関車の動体保存、運行が行われている路線として知られる。また、元近鉄の特急用車両、元南海の急行用車両が、大井川鉄道に譲渡される前の図色のままで、運転されている。車両の一覧については、 大井川鉄道車両を参照2016年3月12日改正のダイヤでは、金谷駅先頭駅間の全線通し、運行の普通電車が1日9往復運行されているほか、金谷駅から新金谷駅間、金谷駅大火山駅間の区間系統の普通電車がある。工術の蒸気機関車牽引列車が、 新金谷駅発着に変更された2011年10月1日のダイヤ改正以降は、金谷駅からの利用者のため、SL 列車運転日に運転される、金谷駅から新金谷駅間の区間運転電車も設定されている。電車は全線でワンマン運転を実施している。詳細は、SL 急行を参照大井川本線名物の SL 列車は、SL 急行、川根路号の名で、 臨時列車の扱いだが原則として、毎日、新金谷駅先頭駅間に1日1往復運行される。休日など期間によっては2往復、または3往復に増便されることもある。列車相性は、南アルプス号やトラストトレインもあったが、2011年10月1日のダイヤ改正で川根ネル号に統一されている。主に当季には、検査などで運休になる日もある。 SL 急行に乗車するには運賃に加えて、急行料金820円が必要である。SL は客車を最短で3両、最長で7両牽引するが、長編成では SL 短期での牽引は不能となるため、最高尾に補助機関車として、電気機関車を連結する。補機を連結する条件は、牽引機の形式と客車の編成長によって変わり、C10C11 型は客車5両から、 C56 型は、客車4両から補給を連結する。SL 不調時等は、客車の編成長に関係なく補給が連結される。かつて、大井川本線を走行する SL は、すべて先頭駅側に正面を向けており、下り金谷駅発先頭駅行きでは、正方向、上り先頭駅発金谷駅行きでは、バック運転で客車を牽引していたが、列車の最前部に、 SL が連結されることは変わらず、補機が連結される場合も同様で、補機は列車の最後尾に連結される。ただし、展望車を連結して運行する際は、最後尾を展望デッキとするため、SL の G に補機を連結することもある。また2011年9月30日まで運行されていた新金谷車両区金谷駅間の改装列車は、この逆となり、補機が最前部となっていた。 先頭駅に転車台があるのにもかかわらず、SL が下り列車では正方向で、上り列車では逆機で客車を牽引していたのは、新金谷駅に転車台がなかったからである。ただし、イベントや映画の撮影の際、先頭駅の転車台で方向転換が行われ、上下列車とも正方向で客車を牽引する場合もあった。その次の運行では、 上下列車とも逆機で客車を牽引していた。そのまた次の運行では通常の運行形態に戻っていた。静岡県島田市は大井川鉄道の SL の向きを回転させるための転車台を新金谷駅に新設する方針を決定。新転車台は2011年9月に同駅に設置され同年10月7日に使用を開始した。これにより逆機は解消された。同時に 周辺は SL 広場として整備された。この転車台は通常は動力で動作するが観光目的などで手動で回転させることも可能である。これに合わせ SL 列車は2011年10月1日から全列車が新金谷駅先頭駅間での運転となり、下りの SL 列車は新金谷駅で金谷駅からの新金谷駅列車から連絡するダイヤとなった。 電車による急行列車。停車駅は SL 急行と同じ。2003年8月に神尾駅で土砂崩れが発生する前まで定期列車として運行され、その後は臨時列車として多客時やイベント開催時に運行されている。イベントや電車不足の際は電気機関車牽員の客車列車が充当されることがある。乗車には 休行券150円が必要だったが、2016年6月11日から10月10日に運転された臨時電車休行から不要になった。ただし電車休行料金の設定は残っており、2019年10月1日に160円に改定された。また同日から電気機関車県員の休行には L 休行料金が新設された。 元大田急3 0 0 0 s s e 社によるロマンス急行大井川かつては東海道本線と線路がつながっており実際に日本国有鉄道の列車の乗り入れに使用されていた他貨物営業を行っていた頃には貨車の収受も行っていたここから東海道本線直通列車として静岡駅発着の奥大井浜松駅発着の妻まといった 快速列車が乗り入れていたほか、大井川鉄道への譲渡車両を国鉄路線経由で搬入する際の入り口にもなっていた。1983年にはミステリー列車の乗り入れでサロンエクスプレス東京が大井川本線を走った。現在ではこの線路は撤去されており、譲渡車両の搬入や SL の貸し出しには陸路を使用している。 小田急の 3000KSSE 社の譲渡を受け、ロマンス急行と名打ち運転していたことがあった。しかし、五両編成と乗客の収容数が、同線にしては多く、SL 急行ほどの人気が得られず、ワンマン運転仕様に改造することも、不可能なことから、次第に持て余すようになり、結局急車、廃車となった。しばらく先頭駅構内に留置された後、 新金谷駅郊外側線へ移動、解体された。反例、停車、川根道1号のみ停車、上り線頭発新金谷駅のみ停車、通過普通列車は、省略線路、列車交換か列車交換不可新東名高速道路、島田金谷インターチェンジ付近に計画されている、にぎわい交流拠点施設内に新駅を設置することで、関係者が合意したことが、 2019年8月2日に発表されている。2020年11月12日に門出駅として開業し、日切り以来35年ぶりの新駅となった。ありがとうございます。